こんにちは、ライムです。ということで今回はマオリュー6月のガチャすべてまとめ、どのガチャどのキャラ引くべきか優先度解説。最強のキャラはいるのか。はい、ということでね、今回もいつも通り毎月恒例の動画やっていきたいなと思います。ということで一応まあ今回で全て出たわけですが、まあ個別のね細かい解説見たいという方は、それぞれのね解説動画見てほしいなと思うんですが、とりあえず今回のこの動画の流れとしては各キャラ一言解説して最後にまとめということになりますので、長いなと感じた方も最後のまとめだけでもいいのでね見てください。飛ばすなり早送りするなりお好きにじっくり聞くぜっていう方はぜひこのまま聞いてください。ということでですね、まずレナードから行こうか。カゴレナード、はい、こちらがカゴの導き、統率者勢力が光属性の敵に与えるダメージを 60% アップ、物理キャラの攻撃と防御 20% アップ、2ターン目以降ターン開始時に SP コストをバトル終了まで 50% アップ、最大999までということになってます。まあ、見るべきポイントは光特攻というところと物理キャラのステータスがちょっと上がるよということですね。それから、まあ、大事なのはこちらのカゴスキル、敵全体の大きいダメージ耐性をバトル終了まで 10% ダウン無限加算、味方全体の弱点特攻バトル終了まで 12% アップ無限加算ということと、あとカゴの魔装甲の SP 増加量バトル終了まで 100% アップ最大 500% までということになっています。はい、でこちらがですね似たようなカゴスキルがすでに存在してます。誰かっていうとカゴディアブロね、あの初めての極み星5環境の初のカゴキャラということでした。あちらがね、で彼の効果内容が奥義ダメージ耐性バトル終了まで 15% ダウン無限加算だったんだよね。でこっちが 10% ダウンの無限加算と 12% アップの無限加算がくっついてるタイプで、まあ倍率で言ったらこっちの方が全然強いよねと、実質こっちが上位互換な関係になってますので、基本的にはまあ弱点特攻が違うんだけどね、それぞれね弱点取れる相手がではあるんですけど、まあそうだね、基本的にこのカゴスキルを、まあ、弱点とか関係なく、まあ、並べてみるとこっちの方が強いかなというところがありますので、基本的にはレナード使うかなっていうところが大きいかな。はい、でレナードの場合だとこのダメージ耐性ダウンはもちろんのこと、もちろん強いしどのね敵に対しても使っていけるんだけど、弱点特攻に関してはサブに入れる味方の属性で一応ある意味では全属性いけるんだよね。ある意味ではね、もちろん統率者勢力が光属性の敵に対して攻撃すればもちろん 弱点特攻が発動するし、それ以外でも例えば風属性に対して戦うの上では、まあ、空属性のキャラをいればこの弱点特攻が発動するということにもなりますので、ある意味では全属性、ただし、とは言ってもあくまで弱点特攻ではあるので、光属性に対してね、光属性ややこしいからやめよう。光属性ややこしいね。闇属性の敵に対して闇属性のキャラを入れても弱点特攻は発動しないのでね、そこら辺は注意が必要ということになってきます。まあ基本的にこのゲームに関しては火力出す上では基本弱点のアタッカーを入れるよね、基本は。ってことを考えると、まあそこまで難しく考えなくても、まあいずれにしても強いカゴスキル持ちだよということだね。で、あとこのレナードの、まあ、性能についてはまあわかるとは思うんですけど、一応言っておくと、カゴの魔装甲をメインにしたチャージ型編成だね。はい。ただカゴの魔装甲のチャージ型なんて今いくらでもいるから。マジで。この間のね、原初の悪魔勢力のビオレとかもそうだし、あと2周年の時の、ルミナスとかもそうだし、あとさっき言ったディアブロももちろんそうだし、いっぱいいるよ。それ以外にもたくさん。なので、
必ずしもレナードじゃないとダメっていうわけでは全くないので、別に最悪レナード引かなくても特に問題はないっちゃないけどね。まあ最近始めた方とかそういった方はとりあえずカゴードのチャージ型の第1キャラって考えたらだいぶいいカゴスキル持ちなんじゃないかな。汎用性が高い、割とどこでも連れていけるぜっていう感じになるので、まあいいと思います。まあその他のね、すでに他のカゴキャラを持ってるよって言っても、まあ、さっき言った通りディアブロの上位互換的存在でもあるので、まあディアブロ今まで使ってたよって人もまあもちろんね、使えていくでしょうし、まあいいんじゃないかな。あの敵のクエストによっては全然、あここレナードがいいなみたいな場面も絶対出てくると思うので、はい、そんな感じでしょうか。そしてお次はひなた。まず、ステータスに関しては光の物理攻撃アタッカーで、スキルってか奥義だね、奥義は敵単体に通常ダメージの 490% の光属性物理攻撃ということで、光属性単体物理の極み奥義アタッカーですね。だから今回の単体奥義フィニッシャーということになります。光属性の極み奥義キャラだとこのカテゴリー意外と少ないので、これこのカテゴリー持ってない人は今後ね、まあ武勇祭とか、まあいろんな高難度光属性が弱点のところで一応使える可能性は全然あったりします。で、戦闘スキルで言うとこちら初のコスト90バフになってます。で、内容が統率者またはシズの意思勢力の奥義の発動後のダメージ力をレベルマックス時は 120% アップ、さらに敵全体の強振耐性1ターン 40% ダウンということで、一応この奥義バフの中では最大倍率、最強だね、つまり最強の倍率になってます。ただ奥義バフで言えば他のキャラでも代用自体はできちゃうんだよね。結構奥義バフ持ち多いので、でジョーヌとかも奥義バフ 100% とか持ってたりとか、あと極み奥義バフも持ってたりとかね、まあ、バフのスペシャリストみたいな、キャラも存在していたりするので、まあ、正直別に日向じゃないとできないわけではない、まあ、この倍率はともかくとしてね、奥義バフ自体は他でも代用ができるよと。で、強振耐性ダウン、こちらはまずそもそも強振率が発生していることがね、強振率発生というか強振率があること、高くなっていることが大前提になっているんで、まあ他のキャラと組み合わせる必要が出てくるよと。まあね、ウルトラガチ勢の人は自力で強振出すみたいなね、まあ、変態プレイ武勇祭でやってる方は言いますけど、まあ、通常のクエでそんなことを普通する人はいないので、基本的には強振率 100% のキャラと組み合わせる必要があるということになってくるので、まあ、自然と、この日向以外にも入れるキャラが固定化されてしまうっていう、まあ、デメリットもあったりしますね。はい。で、あともちろんこの奥義バフについては統率者またエシズの意思勢力っていう勢力縛りがあるんで、何でもかんでもこの奥義バフはどのキャラにも適用されるよっていうわけではないので、ちょっと汎用性がそういった意味では狭くなってる。奥義バフ自体はね、非常にどのキャラの奥義にも乗っかってくるから強いんだけど、まあ勢力の縛りがねここに来てかかってしまってるってところがちょっと汎用性が高いんだが低いんだかっていうスキル内容かな。まあでもさっき言った通り、まあ、結局他のキャラでもよくねって言われちゃったらもうそれまでのスキルなので、まあね、倍率だけは高いのでそこら辺は皆さんの価値観次第かなというところもあります。はい。で、日向さんについては何と言ってもこのスキルがいいね、いいねというか、あの一番特徴的、技能のマソコンを1枚、奥義のマソコン1枚、カゴのマソコンに変換、さらにカゴのマソコン一旦追加攻撃2回の多段攻撃状態にするということになってます。このキャラ珍しいんですけど、これスキルレベルが上がると技能のマソコン1枚から2枚変換に変わるので、はい、実は3枚変換スキルなんでね。ただその代わりカゴゲージ増加量とかそういったものは一切つきませんので、ちょっと他のキャラの変換と比べるとちょっとゲージ増加量弱めたかなとか、他のキャラだったらここ例えば、奥義が溜まってたなとか SP これぐらいいってたなみたいなことが日向の場合だとならないとかね、微妙に足りないとかそういったことは一応起こるかなと思います。
ただこの追加攻撃が多段攻撃状態については、これがね、前検証動画アップしたよね。一発あたり、まあ、40% が2発出る。だから実質、マソコン1つにつき 1.8 倍の火力になるっていうことなんだけど、まあ、結局これもマソコンでしかないので、奥義とかではなくね、あくまでマソコンっていうところがあって、あまりマソコンで火力を出していくゲームではないよね。結局フィニッシュとしてどれだけ極み奥義を貯めてどれだけ強いバフを乗せて打てるかのゲームになっているので基本、そしてもちろん奥義の発動コンバフとかね、そういったものはもちろんマソコンには、普通のマソコンには乗っかってこないので、まああくまでバリア破壊用かな。今回東波戦から新たにね追加されたギミックで、おそらく武勇祭でもバリアしてくる敵が出てくるんでしょうけど、はい、そういったところでしか活躍は今んとこないかなと思います。でそのバリアというのも必ずそのこれがないと破壊できないというわけでは当然ないので、これはあくまで1ターンで破壊できるよっていうのが最大のメリットであって、別に2ターンとかねそれぐらいかければ別にこの多段攻撃がなかったとしても全然破壊自体はできますので、そう考えると別に必須でもないのかなと。汎用性もそこまで高いものではないと。まあ変換スキルとしては優秀だけどね。この変換スキル自体も別に他のキャラと一緒、チギーとかねそういったキャラと全く一緒なんで、それを考えるとまあ別に日向である必要もないのかなというところが現状です。そしてお次はしずさん。こちらは非属性の物理アタッカーですね。で奥義が全体奥義です。全体の非属性物理ということで、この枠も結構少なめではなかったな。ごめん、少なめではなかったな。水着系キャラがいたわ。水着系キャラがいるんで、一応そういったキャラで、代用自体はできます。ただバフの内容が違うんでね、一概に適材適所っていう感じになるので、全部が全部このしずさんとか、まあ、これがいなかったとしても代用キャラで全部いけるっていうわけではないと思います。はい。でスキルがこちら、スキル1、消費ポイント80で、統率者または勇者の心勢力の仏効を1ターン 100% アップ、極み奥義発動後のダメージ力1ターン 70% アップということで、今の現状の仏効アップの倍率としては最強の 100% 持ちになってます。でスキル2も変換スキルだねということで、僕の大好きなスキル1に強力なバフとスキル2に変換という組み合わせ、まあそれ言ったら日向もそうなんだけど、日向はちょっとまた、日向はまたちょっとまたっていう感じかな。まあ、理由はさっき言った通りですけど、代用できるキャラがやっぱり多いっていうところが、ポイントかな。やはりね、仏効バフに関しても、まあ、最近増えてきたとはいえ、先日のですね、まあ、ディアブロもそうでしたけど、まだまだ、仏効バフ、しかもこの倍率 100% アップっていうのはディアブロとヒナタしか、あ、ごめん、ヒナタじゃない、シズしかいないところにもなってきますし、であとシズさんはこの極み奥義の発動痕のダメージも一旦 70% アップっていう、結構この 100% と 70% アップって破格、倍率面で言っても今までこんなに高いバフの組み合わせはなかったので超絶強力になってる。ただ極み奥義発動痕なんで、ただの奥義の発動痕だとこれ乗っかってこないからね、そこら辺も注意が必要ということになってきますが、はい。でこれもまたですね、他の普通の通常の奥義の発動痕のバフとも重なるんで、さっきの日向のね、日向の奥義バフとこっちの極み奥義バフは重なるからね、ちゃんとっていうところでも、まあ、あのいっぱい世の中に溢れてる奥義バフとの組み合わせの相性もいいということになってるので、まあ日向よりはこっちの方が使いやすそうかなという、まあちょっとどっちにしても勢力縛りはどうしても出てきちゃうけどね、なんでパーティー編成はちょっと限られちゃうんだけど、まあ、こっちの方が強そうかなという印象があります。で戦闘スキル2に関しては奥義のマソコンすべて加護のマソコンに変換ということで、これは初のスキルだね。なんで例えば極端な話、手札がすべて奥義のマソコンだったとしてもすべて加護のマソコンに変換できるよと
いうことになってます。で、先日出たディアブロが技能のマスオコンすべて加護のマスオコンに変換というスキル内容だったんで、それと組み合わせるとどんな手札であれもう常に2人で加護6コンボが確定になるという強みもあったり、まあちょっとスキル1かぶってるけどね、さっきも言ったぶっこバフ全く一緒なんで、その他のね、その2つ目のスキル内容がディアブロが貫通率アップだから、まあ結局使い分けかなとは思うんだけど、まあ非常に相性のいいスキルですね、いずれにしても。はい、めっちゃ凶悪ですこちらは。で、あと英傑特性もね、魔質変化封印なんですよね、これ。だから英傑杯でも使えます。先日の生放送でもね、このしずさん使って、まあ、何戦か英傑杯ランキングやりましたよね。なんで、まあ、使おうと思えばいったやり方でも使っていけるということになりますので、まあ、今後もレギュレーションによっては使う機会が、まあ、あるかもなと。まあ、ちょっと注意してほしいのは、奥義ゲージダウン食らった瞬間極み奥義発動コンバフが意味なくなるからね、そこら辺のリスクが怖いなって思った、使ってて。だから使うならあれだね、奥義ゲージダウンがない敵に対して使うのがベストかなとは思うけどね。はい、ちょっと怖い、奥義ゲージダウンが。奥義ゲージダウンされた瞬間もう火力ガタ落ちしちゃうので。はい、そして最後ディスペアタイムディアブロですね。はい、こちらがステータス攻撃成長型で、奥義が敵単体の通常ダメージの 490% の闇属性物理攻撃ということで、この奥義のカテゴリーは結構強豪相手多いんですね。闇属性のガクトアルビスであったり、それから水着ひなたであったりとか、あともう一人、あれ待って、あともう一人、あと、ベニマルだ、ごめん、ベニマルがいた。あの、魔国連邦幹部のね、宗衛の服着たベニマル。あれもですね、単体なんだよね。というところで、結構強豪相手多いし、それぞれがみんな強みのあるね、バフを持っていたりとかするんで、結局使い分けになってるかな。すべてが、そのディアブロでいけるわけではないのでね、当然ね。そういったところはちょっと使い分けでってことになってくると思うけど、まあ非常にディアブロはディアブロで強力なバフ持ってます。完全にもうこれは単体フィニッシャー特化という性能で、スキル1が自己バフ、ここまでスキルコスト重い自己バフ、まあ、倍率もちゃんとね、それに見合った倍率ではあるんだけど、非常に尖りまくってる。自身の攻撃力を一旦 100% アップ、自身の強心力を一旦 40% アップっていう、まあ強いけどちょっと使い道ないよねって、狭いよねっていうところ、本当に闇属性弱点の敵にしか使わないかなっていうところだね。英傑杯でもコスト重すぎでしょっていう、さすがにコスト重いよねっていう。あともちろんこれ強心力アップついてるんで、強心率がそもそも発動していないとね、意味がない。先ほどの強心耐性ダウンと同じですけど、その悩みがあるんで、ディアブロの他にもその強心率をアップできるようなキャラが必須になってくるっていうところも一応ねあります。だからディアブロだけではちょっとってところがあるのってとこかな。汎用性がとにかく狭い、果てしなく、微妙かな。強いは強いけどね、弱点取りさえすれば強いけど、てかもうディアブロを単体フィニッシャーとして扱うことが前提になってるから、他のパーティーのサブに入れるとかね、そういった発想にそもそもならないっていうスキルだから、スキル1が、そこがもうしずさんとかねとも決定的に違うところかな。はい、で戦闘スキル2、こちら消費ポイント25で自身の2ターン 80% の確率で魔王吐き状態、一部弱体効果を無効化、これデバフですね。敵の行動終了時、敵全体の弱点耐性、バトル終了前 10% ダウン無限加算ということで、あと奥義ゲージアップが一応 30% アップついてる。これもですね、デバフ無効化スキルについてはちょっと使いどころが狭すぎちゃうかな。どうしてもやってくる敵自体少ないし、会心力ダウンとか貫通力ダウンとかね、でその上で敵も貫通耐性とか会心耐性とかね持ってる敵もいるんですよ。両方してくる敵がいる、こっちにデバフして自分は対戦持ってるみたいな。
敵もいるから、そうなってきちゃうと結局この魔王吐き状態で自分のデバフを無効化しても相手のデバフは無効化できてないので、デバフというかバフ耐性を無効化できてないので結局火力出せないんですよ。って考えると使い道相当狭いよね。数ヶ月に一回使えるかどうかだよね。ってなるのでちょっと微妙かな。汎用性という意味では割と体の変かもしれないので、うん、そこら辺を覚悟する必要あるかな。ただたまにですね、その数ヶ月に1回ぐらいこのディアブロがすごく輝くクエストが出てくる可能性も全然ある。うわディアブロ持っててよかったなみたいな場面、その時にこのガチャを引いてよかったなって多分思う人が出てくるでしょう。はい、なんで一応だからもうこの魔王吐き状態の片方のデバフ無効化スキルがそんな感じで、スキル1ももう完全ただの自己バフでしかないので、この弱点耐性ダウンについても結局これは一応弱点つける全ての敵に対して有効ではあるんだけど、まあ言うて1回発動して 10% ダウン、2ターン継続して 20% ダウン、しかも敵のが行動した後っていうちょっとややこしい条件にもなってるから、まあ弱いかな、スキル自体、このスキル2自体っていう評価になっちゃうかなと思います。はい、冷血特性も微妙、キャラ特性はまあ他のキャラでも代用できる、絶対このディアブロじゃないといけないわけではない、カゴゲージアップ、はいって感じかな。ということで長々と語ってきましたが、まとめ、6月のガチャ引くべき優先度とは、はい、とりあえずこんな感じですかね。無課金とかとにかく汎用性求めるよって人は、まあ、とりあえずシズさん引いて、あとレナード引く感じかなと思いますね。まあ人によってはレナード優先になる可能性もあるけど、まあ僕はどちらかというとシズさん優先した方がいいのかなとは思ってます。シズエ、レナードさえとりあえず今月引ければまああとは大丈夫でしょうっていう。で、東波戦仮にそれでやって勝てなかったら、まあ日向と取るとかねってことになるかな。ディアブロに関してはもうほんと今月の武勇祭ぐらいしか明確な使い道今んとこないので、うん、まあ武勇祭来てからでも遅くないし、武勇祭今月からちょっと上位狙いたいよって人はもうディアブロまでしっかり引いてください。逆に武勇祭になっちゃうと、先ほども言った通り今回の今月の単体闇属性フィニッシャーってディアブロしかいないので、ディアブロがいるといないとじゃ全然火力変わってきちゃうと思うんだよね、特に単体のボスのところだと。ってなるので、ディアブロは武勇祭ガチ勢の人は必ず引きましょう。まあディアブロに限らず全部だけど、はい。で今月のキャラどれか一体だけ引くならどれですかっていう方多分絶対いるので、毎回その方のために言うんだったらシズさんかな。僕だったらシズさん、まあ、全然人によってはレナードっしょっていう人もいるだろうし、え、日向じゃねっていう人も全然いると思うんだけど、僕ならしずさんかなって思います。はい、といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。